日本タイトル挑戦権獲得トーナメントは日本プロボクシング協会が主催するプロボクシングトーナメントである。いわゆる A 級ボクサーを対象とした大会である。通称最強高楽園。1986年9月25日8回戦以上の試合に出場できる A 級選手による A 級ボクサー賞金トーナメントとして第1回大会が開催された。 1> 第1回優勝者にレパード・ダ・マクマ、高橋・直人、飯泉健二、友成光ら。実施される階級は年度によって異なり7月に1回戦、10月に決勝戦が行われる。1995年と2003年を除き毎年開催され、2007年度までに20回開催されたが、1996年からは優勝者に日本タイトル挑戦権がなくなったため、 それ以降は、有力選手の出場はほぼなくなり次第に廃れていった。1987年から2006年にかけては、同時期に B 級選手による B 級ボクサー賞金トーナメントも開催されてきたが、近年はいずれも有力選手の不参加などで大会の低迷が続き廃止され、2007年からは代替措置として、 東日本協会事務所属選手による一工業のみの B 級オープン戦が開始され、現在まで続いている。2008年、日本プロボクシング協会は、トーナメントの活性化、日本王座の権威向上を目指して、従来の KSD 杯争奪 A 級ボクサー賞金トーナメントを、改編、最強高楽園日本タイトル挑戦権、獲得トーナメントと解消した。 最強高楽園には、世界、東洋太平洋、日本の上位ランカーの中から各階級で最大4、選手が出場する。準決勝戦、決勝戦はいずれも高楽園ホールで開催され、優勝者には賞金に加え、翌年度のチャンピオンカーニバル出場権が与えられる。二千八年七月一日開幕の、第一回最強高楽園は、ミニマム級、フライ級、バンタム級、 フェザー級、ライト級、ウェルター級、ミドル級のレギュラー7階級で実施され、世界ランカーを含む23選手がエントリーした。各階級の準決勝戦は、7月1日からの3日間に、わたって、各日2から4試合、これと同時に全日本新人王決定戦予選も、各日4から5試合行われた。また、各階級の決勝戦は10月8日に行われた。 結果的に接戦が多かったことを良しとする声もあったが判定の内容などには異論も続出した。トーナメントの改編に際し、トーナメント出場選手の中から日本、東洋、世界王者が出てほしいとの期待も込められていた。2009年1月17日から4月19日に渡って5会場で行われた第30回チャンピオンカーニバルでは、 1> 第1回最強高楽園優勝選手7名のうち、負傷により出場を不可能となった中森博士を除く6名が各階級の日本王者に挑戦し、中川大志のみが王座を獲得した。その後2013年まで2008年方式のトーナメント大会が続いたが、2014年は初半の事情により出場選手応募前に中止が発表され、 2015年シーズン前までに、協会が今までとは別な形でのトーナメント大会の企画、改革を行い続行するとしているが、その後何の発表もなく、トーナメント大会の存続が危惧されている。その後、2015年7月21日に、東日本ボクシング協会より11月2日に、日本タイトル挑戦権獲得、賞金争奪戦として開催することが発表され、 2017年5月17日には東日本ボクシング協会より同年から日本タイトル最強挑戦者決定戦として開催することが発表された。ありがとうございます。